読売新聞の沢本です、はい、鞆の浦 の、 太陽集会以前からですね、検討されていることにですが、はいはいはい、日程それからの、はい、メディエーターでしたけれど、はいはい、集会されるお立場ですね、人選等々どのように進まれていらっしゃるか教えてください。はい、これは進展しております。進展しておりますが、どう進展しているかというのはですね、まあ、あまり申し上げにくいなと思っておるんですけども、そのいわゆる仲介者ですね、メディエーターと我々内部的には呼んでますけど、この方々についてはおおむね内諾はいただいてます。ただこれから地元の方との調整も必要ですし、開催のタイミングはですね、議会のこともあります。あとは地元もですね、そろそろひな祭りが、もう始まるんでしたっけ、もう始まったか、18からでしたっけ、18からもう、あさってですね、始まるということで、その辺のちょっと配慮が必要かなということで、今後調整をしていくことになろうかと思います。いずれにしても関係者が合意できるところでできるだけ早いタイミングでやりたいとは思っています。できるだけ早くというのはこれの議会の会期中も含めて、そうですね、知事のご意向として、ご希望としてはですね、はい、例えばその2月中もしくは3月中旬上旬、いつ頃までの、時期を、私は特にその時期について今希望というのはありません。とにかく議会が始まりますから、そこのご理解をいただかないといけませんので、それも踏まえて、できるだけ早期ということであります、はい。あとはその先ほどの地元のあれですね、スケジュールですね。すみません、今日 の知事の発表文とですね、若干関連があるかもしれないんですけども、はい、このところその、年明けから、昨年のこの暮れぐらいからその JAL 問題が回ったりとかですね、はい、年明けでしょうか、ANA の方もそのダイヤの改変とかですね、北米のアクセスですとかアジアですとかですね、あとはその貨物の方もですね、はい、広島を夜出発したものが、東南アジアに朝、その貨物が輸送がつくとかですね、非常にその、航空貨物関係あるいは観光の面でもそうですし、あとその関西の方では地方空港 の存続というですね、はい、結構の切実な問題もあると、はいはい、であとその、雪が降ってアクセスがどうだとかですね、うん、ETC 問題がどうだとか、はい、この空港 の、 その、振興策含めてですね、振興策っていうのはですね、知事はどういうふうにお考えられていて、でた、こういうところでですね、進行を図っていきたいとか、何かそのご考えがあればお聞かせいただきたいなと思うんですけども、はい、空港の振興策っていうのは、これはあんまり、なんて言いますか、小手先のことやってもしょうがない、と思ってるんですね。抜本的にはやっぱり広島県内の経済活動がですね、活発になると、ないしはその社会的な動きですね、これが活発になると、例えばイベントがあったりするとお客さんたくさん来られますけど、観光だけじゃなくて、ビジネスイベントでも何でもいいんですけど、そういうものがたくさんないとですね、旅客需要が生まれないんで、旅客需要を生んでいくということがまずもって根本的な対策というか信号策だというふうに思ってます。で、その上でですね、そうは言ってもできることというのはありまして、やはりいろんな便が広島を発着すればですね、それによる需要拡大効果というのが逆に生まれることもありますし、そういう希望があるところ特に航空会社側でですね、ビジネスとして希望があるというところはどんどん広島空港に離発着していただきたいというふうに思っています。であとは今の需要を作っていくということに関連しますけれども、個別のキャンペーンですね、上海万博だとかあるいは
まあ、今度は沼瀬の内関連のですね、まあ、イベントもありますけども、そういったものをまあプロモーションしていくというのがまあ足元のことかなと思ってます。7月にその参議院選挙があるんじゃないかという、はい、まあ、観測があってですね、はい、でそのまあ、民主党と自民党で今やってるんですが、その首長の中にもですね、あの、まあ、この政治に国政にその参画していくんだというようなまあ動きもあったりするわけなんですけれども、はいはい、その知事としてはその参議院選挙に対してですね、どういう姿勢で臨むと、うん、まあ、考えを持たれているのか伺いたいと思います。これについてはですね、私はまだ正直言って具体的な対応方針だとかスタンスだとかっていうのは持ってません。これからまた参議院選までに、いろんなことが流動的なものもあると思いますし、まあ、そういったことを踏まえてですね、まあ、なんかスタンスを取るのか取らないのかということも含めて考えたいと思っています。珍しいですね、なんか。他にご質問はありますでしょうか。